皆さんこんにちは。始まりましたエレガンスマダム千夏の部屋。こちらはインターネットショナル TV より世界宇宙目の前のパソコンまで iPhone までお届けしております。24時間ね、そう常時放送でございます。はい、そうね、もうまた来ちゃったまた来ちゃって、洋服がいろいろあったんですけどね、まあこれは皆さんお見せできないのが本当、ここ取ろうと思って洋服まで脱げるっていうね、いろんなこう洋服までこう脱げちゃうみたいなのありましたけど、うん、全然話分かんないですよね、分かってますっていうところで、いやまずね、ちょっと CM 行く前にみんなに言いたいことがあるんですよ。今日大事な発表ございます。いいですか？はい。ドルルルルルルドン、なんと楽屋トーク50回目です。イエーイ。すいません、50回も出てる。だから今日こんな服で来た今日こんな服で来たね。50、もうさ、毎回びっくりしてたけど、構成のね、あのマットフォーマットがあるわけですよ50、これやばいじゃん、ね。この間300回で、やっと300回だねと思ったけど、そのうちの50回楽屋トークやってるんですよ。すごくな？1年にね、52週あるのでもうすぐ1年分かなすごいよね。いということでございますよ。だから楽屋トークが大体こう変わり映えしないと思う。たまにはね、場所変わってみたりね、して話をしてみたいと思いますけどね。はい、なのでそれは51回目からね、今日はしない。今日はしない。今日はしない。いろいろあるの。一応私も映り方はいろいろ考える。あ、ね、あ、やばいじゃん、もう CM 行きます。 CM です、どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、はい、お帰りなさいませ。今もうできないで怒られてたなただ言いたいだけだ。もうね、 CM 中にね、絶対無茶ぶりばっかりしてくるんでね。いやでもね、先週、あ、先々週ね、すごい奇跡的なことが起きたわけですよ、うん、それは見てくださいね、どこか分かるか分かんない。いや、人生はね、全てのタイミングがガチってあると、もう予想だにしない笑いを出すぐらいのものが出るわけですよ。その2週前に何が起きたかっていうと、この今触れないんですけど、喋ってるマイクありますよね、うん、で中に芯があって、これで直接話すと唾飛ぶんでね、こうカバーしてあるわけですよ、スポンジさんが、うんうん、すごいタイミングで私こう停するじゃないですか、そう、上のこのスポンジだけスポーンって飛んで、そう飛んでいきまして、さすがにもうゲストさんもちょっと、あの、そうですねとか言ってたのよ、もう笑いをこらえるのゲストさんももう笑いをこらえるの大変ね。通常ならば小林千夏ね、それを私が拾うんですがね、面白いから、でもなぜ拾わなかったか、もういなくなるの画面からそれまずいでしょっていうことで、スタッフにとっても、で私なんか結構向こうの、だいぶ向こうの方に飛んでいったっていう認識でいたら、全然私の足元にあってもうスタッフ大変こんな感じで撮っていただきまして、はい、ね、もう無事かぶせることができましたね。その後の音声もクリアに綺麗にね、皆様にお届けできているというところにございます。よかった、うん、あ、この話だけで今2分ぐらいだから、あ、いいですか、今からこれ出てきますからね、いきますよ、どうしようかな、いきますよ今日も宇宙人さん、よろしくお願いします。宇宙人さんも嬉しすぎて、もう宇宙人さん来すぎても私も力が抜けてるところになりますそうなんですよ ね。いやいやいや、まあ、うん、宇宙人さんの今日ね、何を話すかということでね、うん、私宇宙人さんの話って書いてるんです。いや、宇宙人さんね、1回目から来てたのと、多分来てないんです、途中から多分、そう途中から参入してきても、お部屋が変わってから、白い部屋になってからやわ、あの、このお部屋が変わって、あの、宇宙人さん用の椅子が置かれてから
そうでも最近見てる方はねご存知ないかもしれないですけど、初めね真っ赤なね結構ガチャガチャしたお部屋だ。かなりなんであれにしたの分かんないんですけど、もう振り返れば不思議なことだらけですけど、うん、白にもうそろそろこの部屋も飽きてきて早っだいぶも経つよねこれしてそんな経つかな、いやもう分かんないけど、うん、もうそろそろねもう海とかも冬なのに海とかね、あえてね、うん、凍えながら喋る感じ、ね、そう誰が求めてるのかしらそれはでもなんかいろんな部屋したいよね。でも皆さんお部屋変わってない、変わってるのもあれば変わってないのも、あまあまあそうね、他のパーソナリティさんもね、うんまあ、部屋は変えていきたいなと思いますけど、うん、いやいや何の話をするかでも楽屋トークだからさ、うん、特別にこれっていうのはないんですけど、うん、いや今日はこのネイルの話をしよう。ネイルめっちゃ可愛い今回のネイル。ただお写真あのこの今のネイルのお写真出します、うん、せーのじゃんこちゃん。いやマットね。そうマットなんで、マットだから、マットってあのこの選手の息子さんの桑田さんのそうそうマットさんではございません。マットさん、マットさんが化粧を剥げたら桑田が出てくるとか言ってましたけど、ちょいちょい出てくる、うん、そうそう、まあまああのマットさんじゃなくて、うん、艶なしだよっていうことですね、うん、多分お写真からも伝わると思うんですけど、かわいい。そうでこの間また最近ちょいちょいって、まあ、ちょっとまたいつ飽きるか分かんないんですけど、うん、ライブ配信してるわけ。ここでも喋り倒してるの、ライブ配信の収録来る前には喋り倒してくるて、うん、ね、一日などんだけ。今日もライブ配信してから来たの。今日収録日の朝ね、三元中継してまいりました。そうさっき言った、あの三元って YouTube、 そうそう、 Ustream 経由で、Facebook と YouTube とインスタで、インスタは携帯からしてる3つね、うん、やってます。そうすごいね。そうなんですよ。でもそのねちょっとね、うん、あの三脚の具合で、うん、パソコンのちょい後ろにインスタ用の携帯置きたいんですけど、うん、あの三脚だからさ、うん、その三脚がこうぐにゃぐにゃが曲がらない三脚なの、うん、今家にあるのが、うん、だからカメラを向けたいんだけど、カメラのそのなんかセットする位置も動かないやつで、うんうん、でパソコン側の方に三脚の足が来るから、うん、足じゃない方向に向けると、わかる？全然わからん向ける、まあ、とりあえずインスタの人がいつも私の横側見てるということを言いたいわけです。前にできないの、ちょっと塩梅で、ね、塩梅で、そう塩梅でできないんですよ、ね、それなんかいつかはね、うん、うまくしたいんですけどね、うん、で、あのそのね今日インスタグラムはさ、うん、ライブ配信するのにアプリ使えるじゃないですか、うん、だからまあある程度さ、ちょっと眉毛とあれしてたら、うん、いい具合にこうチュルチュルってできるわけですよ。補正がちゃんと補正できる、うん、で結構近くで撮るから、うん、インスタの場合近くっていうか縦しか撮れないからさ、うん、あの近くになるのね、うん、で今日じゃあ始めようと思って、うん、パソコンで2弦の準備して、うん、インスタこう置いてね、インスタの携帯ここ、うん、でパソコンで準備して、でパソコンはいい塩梅にこうできるから、うんうん、こう自分が動けばいいんだけど、で、まあ、インスタここにあって、じゃあ今日インスタから先に配信しようと思って、うん、パッと押したらでいい感じでねセッティングしてたのに、パッと見たらフィルターがオフになってて、今普通の自分の顔映ってると思ってやばいと思って、あ今からアプリしますねとかっていうのがねなってあったけど、うん、もうそれも恥じずそのまんまインスタアップしてますんで、よかったら見ていただいて、でもそんなにいっぱいでやったらねコメントは見れないね。そうだからバーッと来るときと来ないときだら、まあ、時間帯によるね、うんうん、でだからインスタはだインスタも、うん、あそうかそうか、あ通常のフェイスブックのライブ配信もそうだけど、うん、今誰が見てます、視聴しましたとかログインしましたっていうのだけはバーッと上がってくる、うんうん、でも今ユーストリーム経由だからコメントは見れるけど、うん、あの誰が入ったっていうのはそこでは認識できない、うんうん、インスタだけはバーッと上がってくるけど、うん、まあでもほらみんなさ、うん、結構立ち寄ってパッと消えていくじゃん、うん、まあ、ずっと滞在する人もいるけどね、うん、で一回来たなと思ったらまた出てまた来てとか、うん、電波状況悪いんかなっていうぐらいあれさっきこの人いたよなとか、たまたま見た時にさ、うん、
アイコンで、名前じゃなくてアイコンで判断するから、うん、なんかこんな人いたよなさっきもみたいなさ、なんかさないそういうのってどんな人、どんな人か分かんないけど、まあそういうね感じで、そうそうそう、なんかこのこのなんか黒い中にこういる人とかさ、うん、なんかそんな感じですけどね、うんうん、まあそういうな感じでやって、だからユーストリーム経由だったらその YouTube でも、うん、Facebook でも来たコメントを 表記できるんですね、うん、画面にね、うん、だからまあまあコメントくれる人も楽しいじゃない、うん、え、ちょっと待って、ちょっと待って、詰めの話どこ行ったえ、なんで、なんで私フェイスブックあれほんと怖い、だからこんなこと最近起きてるんだってマジで、ほんとにもうごっそりこれね、れ私ちょっとこほんとこの間ささっきちょっとごめんなさい、結構めっちゃ今素なんだけどこの間、うん、あの、阪急っていう電車があるんですよ、阪急、うん、電車、阪急っていうで、ね、多分多くの人ご存知だと思うよ、阪急、まあね、っていう電車わかるよね、まあ、JR がいろいろあるけど阪急沿線があって、うん、で私神戸から梅田までね、うん、それ行くやつ で私途中の駅でもちろん降りるんですけど、うん、もう私自分でびっくりしたの、もう大体オチはわかると思いますけど、神戸から乗ってパッと見たら次梅田っつって、うん、梅田まで乗ってて電車、うんうん、もう自分でさっきまだ全然見たら全然まだ何個か先の駅だったのに、自分なんか ネット見てたとか、じゃ分からない、もうちょっと分かんない、ここにいるかさえ分かんないですけどもうっていうぐらいちょっとあやっべと思って、うん、ちゃんと家に帰れるかなとか言って、うん、さっきのスタッフとね、うん、ちょっと合間に、いやちゃんと 家には帰れてるから大丈夫とか言ったら、うん、ある A スタッフが家には帰れてるから大丈夫ですねとか言ってなんかねいじってきてくれて、どうもありがとうどうもありがとうそこみたいな感じで、そうやね、うん、そういうことが今、あ最近、まあこれは例えの話ですけど、うん、だから今全然違う話してたよね、うん、やばい爪のこっから撮って今圧がすごいから、圧すごいが、私の顔もひどいから圧すごいから、もう声出なくなってきたじゃあ爪の話をさせていただきます、ね、画像じゃあもう一回これ出してくださいお願いしますえ、なんでインスタの話になったの、あで何を言いたかったかっていうと、うんうん、質問をくれたんだけど、うん、爪はどんなして出た、爪は爪はそれ、爪はの発音、爪ちゃんの発音よね、それ爪ねいろいろ今日やばいな爪はしばらくお待ちください、ただいまあの取り込み中やばいやばい、これああ爪のデザインどんなしてるんですかわかんねえな、今のね訳しますと、爪のデザインをどうしてるんですかっていう質問が、あのライブ配信中にあったということをおっしゃりたいんだと思われるのでございます。もう涙出てきて悲しくて泣いてるんじゃありません。やば、嬉しくて泣いてるんです。嬉しくもないよね。マネージャーハンカチ持ってきてください。マネージャー。すいません。あの そういう質問が今回じゃなくて前あったんですよ。うん、あ、それを言いたかったのか。しかも前やのに今日のライブ配信の話してたよね。今いろいろと散らかってるね、うん、圧がすごいからもう泣かない、圧が泣かないの、もう本番中に泣かないの、悲しいんじゃなくてもうやらかしてんなっていう残念な涙でございますの、これ本当に申し訳ございません、多分300回も超えてちょっと安心してしまいまして、しかも今日記念すべき50回の時、感動の涙ね、そうね、そういうことでしょ、もう感動の涙、圧で悲しいわけじゃないですよ、すいません、それは言っておきます、いやどういうデザインなんですかって、うん、どういうふうに決めてるんですかっていう話があったんですよ、うん、である程度ネイル行くときに、うん、今回はこんな色にしよう、まあ、赤なら赤、うん、でネットである程度ちょっと調べるんですよ、うん、まあ、どんなデザインあるか、もう無限とあるじゃん、うんうんうん、でもまあなかなかその写真でも気に入るのそれ全部は見れないからないんだけど、うんうん、まあこの色でってこんな感じのデザインでみたいな感じで、うん、まあ、言うんですよ、で前に今日はちょっと映像もあの画像持ってきてないんですけど、うん、宇宙ネイルみたいなのしたこともあったんですけど、宇宙ネイル、うん、あのみたいなの感じ、ね、青っぽいの、うんうん、あったんですけど、うん、もうこんなのどんなするんだろうみたいなね、うん、ネイリストさんわかるんだろうけど、うん、まあ結構、まあ、わがまま言うわけですよ、うん、こんなのできますかみたいな、
でもね、まあ、まあネイリストさんプロですから当たり前なんですけど、うん、全部思いを叶えてくれるんですよ。でもね、すごいの、ネイルってすごい場所によって当たり外れあるってそう、ね、そう、そうっていうか、ね、私も久しぶりに今、うん、ネイル復活して1年経つか経たないかぐらいなんですけど、うん、まあ、それまでちょっとずっとお休みしててね、うん、でそうなの、あの今までも、まあ、いろんなこうフランチャイズ系に行ってみたり、うん、まあ個人でされてる方行ってみたりって、うん、まあ、いろんなところ行ってきたけど、やっぱりこう一回行くとさ、うん、なんかまあそこが安心だから行くじゃん、うんうんうん、でなんか行かなくなって、うん、でまた新たに行って、でその時に、まあ、誰かの紹介だったり、うん、まあ、飛び込みで入ってみたりみたいなのがあったんだけど、うんうん、もう今のネイリストさん、もう何がすごいって、でそのファイリングって分かります？その爪を整える形を整えるのに、うんうん、まあ、ネイル行く人は分かると思うんです。このファイリングがすごいなって思うんですよ。まあ、どういうことかっていうと、今までも別に私プロじゃないけど、うん、やっぱりこう自分でこう出来上がってみた時とか、こう伸びてきた時とかに、うん、あの本当に手垂れさんのように綺麗な指で綺麗な爪の形だったら、うん、多分何も問題ないと思うんですよ、うんうん、で出して意外にこう爪今爪すみませんちょい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 置いていくよねちょいちょい、やっぱりさすがよねさすがっていうことにしてくれてありがとうございます、うん、そう爪のね、うん、爪の形とかさ、うん、その爪の周りについてるその指のお肉の、うん、その なんていうのかな幅とか、うんうん、なんかいろいろあるんだと思うんだけど、うんうん、なかなか今まで、うん、そのパッと見た感じは全然違和感ないのよ、うん、綺麗なんだけど、うん、結構細かいんだろうね、見た時にあなんか違うとかバランス的に、うんうん、全然分かんないレベルだと思うんだけど、うんうん、っていうのがあって、うん、あーと思いながらも、まあでもそんなねずっと見て生活してるわけじゃないから、うん、まあ、色も塗られてるしと思ってた、うんうん、で今行っているネイル、うん、ネイリストさんのところは、まあ、紹介だったんだけど行ってでやってくれた時に、なんかすごくファイリングがすごい上手だなと思ってね。でそのみんなでネイルこうして爪の形合わせていって均等に合ってるかっていうのはもちろん見られるんだけど、うん、その多分そのセンスもあるよね、見た時に、うんうんうん、ネイリストさんから見たら一緒かもしれないけど、うん、私から見たらちょっと右が上がってるとかさ、うん、多分あると思うね、うん、でもなんかその狂いが一回もないね、今まで生きてる中で。いつも同じ担当の方？もう本当お家でやってるから、自宅サロンの中もその方しかいないんだけど。なるほどなるほど、うん、で、まあ、ある程度そのネイルをしてくれてさ、うん、まあ、いろんなのしてくれるのにこう工程があるわけよね、うん、で工程ももちろんその別にどこに行ってもそんな変わらないよ、うん、で一応なんか最後の仕上げに、あ、まあ、トップコートみたいな、マネキュアで言えばトップコートみたいなやつの、ね、うん、透明なやつをこう、ね、塗ってくれるんだけど、うん、綺麗な爪の人ってもう綺麗にぷっゆっくりね爪が盛り上がっててすごい美しいね、うん、でもなんか、なんていうの、反り爪、うんうん、っていうのかな、うん、ちょっとこう生えてくると爪がこう上にこう反るような、うん、私結構親指とかそうなんですけど、うん、なんかねそれもあんまり気にさせないぐらいのなんてこう塗り方っていう、なんかそれは分からない、私は分かんないけど、うん、なんかちょっとこうなんかあるんだよね、うん、すごいなこの人と思って、うん、多分その人5万っているかもしれないですけど、私が体験した中では、ね、まあ、もちろんその方もお話聞くと、もともとネイリストさん、うん、まあ、もちろんその、まあ、大手何々っていうところで働いてて、うん、あのすごいやっぱり鍛えられたみたい で今は私全部指1本ずつ塗ってますけど、フレンチネイルってあるじゃないですか、うんうんうん、透明なのに上だけあの指先だけ白いやつとか、うん、一番初めにその方のとこ行った時に私フレンチネイルしてもらったんですよ、うん、でもしかしたらもうその後行かないかもしれないと思って、うん、でフレンチネイルだとある程度伸びても分かんないのね、ここが地爪が見えてこないから、うん、と思ったんだけど、うん、もうこんなにファイリングも上手で、そのフレンチの上のねこの、爪の上の縁だけに色塗るんですけど、これもすごい難しい、ね、うん、それも全てが均等だったの、なんか綺麗な感じ、いやめっちゃこの人お上手だわと思って、もうね、うん、めちゃくちゃその
ショップで働いてる時にすごく鍛えられたんだって、そのフレンチするのにね。だから今はすごい良かったと思うけどって言っておっしゃってたけど、やっぱりそういう技術する人ってその経験すごい大事なんだなっていうのも思って、まあもちろん私もこんな風に喋らせてもらってるけど、まあ初めはもうガタガタだったわけですよね。経験を積んで ね話せるようになって、でもあの丸投げで笑えるようにもなったわけですよ。それがいいか分かんない、何の話かも もう私本当にもう完全に記憶乗っ取られるよね。いやもうこれは怖い話してるでしょ、やばいよ。でどうやって決めてんの結局そういう話飛んでるほら でだからいろいろデザイン持っていって、今回はこの色でこういう感じでしてほしいです、で大体私今までがこう青赤、まあ、黒赤みたいな感じできたから、前が赤にしてたからね、今度なんか黒っぽい色かなとか青かなと思ってたんですよ、って全然違う色に、かわいい、なんか全部ね違う色にしてます。めっちゃかわいいマットマット、こういう感じです。でこれの1個前のねネイルがこれ、せーのちゃんこれなんていうやつだっけ、磁石、マグネットネイルって、なんかそう面白い、そうそう私も覚えられない、なんか塗って、こう磁気のこのやつでこうね、あの模様を出していく、模様って言ってもすごいくねくねなるとかじゃなくて、そのなんかライトが当たると綺麗に、でそれもなんか右は同じ方向に光が当たったらラインが出るよ、左はとかいう感じでちゃんとしてくださって、すごいすごい考えてんだなと思って、で全然わからないでさ、なんかすごいネイル持っていくじゃん、でもなんかその工程がすごいよね、まず何色塗ってどうなってっていう、なんか削るわけじゃないから、あの青色の真ん中だけシルバーと思ったらさ、なんか真ん中だけシルバー塗るんじゃないかとか思うじゃん、なんかそうじゃないんだよね、なんか重ねていくのは意外に違うところを重ねて、で今なんかネイルでも、セーターの柄みたいな、あれを何ていうデザインの名前か分かんないけど、爪の上がボコボコするような感じ、そのお花が開くっていうんじゃなくて、なんかセーターの網目みたいな感じとか、あんなのちょっとやったことない、なんか 3D っぽく、そうそうそう、なんかそれもすごいな、そういうのもされるんだろうなと思って、まあそんな感じでデザインはしてますっていう。ネイルの話だけでこんだけで脱線してライブ配信の話もしましたと、もう一旦先 CM 行きますね、CM です、どうぞ。怒られてたもん、もうちゃんまた泣くちゃんとしなさいっていうね、あのね一回特番でアミさんがね無知ね、こんなメガネでしたこれはねシャナナファンの方はもうねご存知だと思う、もういいよってぐらい再放送見てるかもしれませんけどすいません、でもいいよ、あれ結構ねあのちょっとレアなね、あレアじゃあコアな時間にしてますんでレア肉会みたいな話でも、あそうなのよ、ちょっと久々に動画をね、流したいと思います。瞬きしたら終わりますからね、みんなかっぽじってみてください。それでは VTR スタート。ダンス頑張ってまあレッスン行ってるわけですよ、まあ定期的ですけどね、今どこかでなんかショーをするとかいうことはないですけど、あの1時間でポールダンスとチェアレスクとやってます。でポールダンスは別に私ダンサーになろうとか、もう全然あれじゃないんですけど、もうとりあえず筋力がね、そうポールダンスはね、あの娘ちゃんもね、そうそうやってるのでね、まあ、娘の方がそれはそれは身軽ですし、なんか合ってるのか、もう毎回やってもこうくるってそんな
くるくるくるって回るわけじゃないんです。今動画ねくるくる回ってるみたい、ちょっとあそこだけ早送りしてますね、めっちゃ回ってるみたいですけど、まあでもあの回数は回ってるのよ、あの回数は回ってる。もうやっぱり目回るしね、やっぱ三半規管がいつまで経っても弱いなとは思うんですけど、もう回るわと思うけど、やっぱり練習を積んでいくと、それもちょっと整ってくるのね。初めは本当もうちょっと回っただけでもさ、ちょっと気分悪くなるんじゃないかぐらい、志村みたいな白目抜いてた気分悪くなるかって感じだったんだけど、まあ今はね、まあちょっとクラッとはしますけどね、だいぶ整ってきました。でチェアレスクもまあいろいろ、まあめぐみ先生がすごい技をいっぱいねアクロバットしますけど、私もできる範囲とできない、そうなんか最近どんどんねアクロバティックになって、それは私のレベルではできませんっていう、すごいそうある程度はできるけど、なんか恐怖感もあるよね、やっぱりちょっとその椅子で回るっていうのもあるし、でやっぱり先生がとてつもなく体幹があって体が柔軟なので、あの見よう見まねでもちょっと気持ちがあってもちょっと体がついていかないとかね、あるんですけど、まあ、できる範囲のことはねいっぱいチャレンジしてます、そして、まあ、あの今日はねちょっと編集した動画だったんですけども、あのライブ配信毎回させていただいてるんですよね。もうライブ配信のおかげでうまくっていうか見せるっていうことで、こう根性度胸をつけるっていうのはね、すごい助かってるなっていう話をこの間めぐみ先生としていて、その別にその時ライブ配信に逆に視聴者ゼロっていうこともあるわけですよ、一瞬、でもそれを流してるって、このちっちゃな携帯だけどね、これを流してるっていう緊張感ね、すごいそれっていいなと思って、もちろんそれは削除せずずっと上げてるので、私が途中であれれってなってるところとかも残ってるわけですよ。でだいたい先生とやってたらある程度のこうなんか体が不思議でこのあとこの動きに行くだろうって勝手な予想があっていくと全然違うことやってるとかあるわけですよ、ね、でここでも次は先生立つんじゃないかって振りだろうと思ったら私だけ顔上げてたりとかあるわけ でもそういうのも面白いじゃない、だって私プロではないですからね、でもそういう千夏でもそういうところあるっていうのをね一生懸命ついていってやってるっていうところを皆さんに見ていただければなというふうにも思いつつでございますので、またよかったらねそんな感じ。いやでも今日ちょっと本当に私も何の話してるのか分かんなくなりました。途中で軌道修正してくださる阿美さんがいなかったらでも2本目はちゃんだからもうあれなら本当に気緩んでるから脳みそまで緩んじゃう。あ終わりだって50回終了、50回目でございます。途中で楽しくて嬉しくて泣いてしまいました。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。もうグダグダ。